小園、また盗塁失敗。盗塁失敗しまくりやな。小園が盗塁してるイメージない。あんまり盗塁上手じゃないのかな。盗塁ってサインなんかな。小園さんはやめといた方がええで。どんなもんかと思ってみたらひどかった。なんでこんなのに走らせるんだ。12番盗塁しまくってて草生える。成功したの昨日の門脇だけだっけか。足が速いというよりはベースランニングが速いタイプなんだろうね。サイン出す井端が悪い。小園は足速いけど盗塁あんまり得意じゃない系なのかな。素晴らしいバッティングしてるけどあれでアウトになるってどうなの。多分走っても刺されるでやめとこう。相手のキャッチャーが良さそうなのもあるけど盗塁下手なんちゃう。裏で何か力が働いてるのか。もう打賞からの盗塁失敗までがテンプレ。小園が韓国キラーになって盗塁を決めてくれれば山田を彷彿とさせてなんか熱い。高校時代の方が走塁うまくない。思い出補正。だから小園それはやったらあかん。ご視聴ありがとうございました。